楽天完封勝ち。オリックス楽天16回戦、楽天がオリックスに3対0で勝利。楽天勝ちました。さらっと終わった。完全勝利。ダイヤモンドのような早川、27人完封勝利、素晴らしい。エースのピッチングでした。表ローテは安心感ある。村林は休むこともなくよう頑張っとる。天才村林が大活躍。オリックス負けました。実質完全試合きた。27人目の打者は杉本って決まってるのか。2安打完封負け。途端にここ5試合で援護点はスカイチ。打撃陣ヤバすぎる。楽天先発早川9回無失点。早川やるじゃん。早川の防御率規定2位に浮上。早川こんな安定してローテ守れるとは。オリックス先発ソタニ6回1失点。ソタニは頑張った。ソタニ素晴らしいね。ソタニはホーム援護ないわな。オリックスリリーフ井淵1回2失点。井淵もあかんな。普通は小重視で井淵出さないよな。井淵は絆にやられてなければ無失点だったろう。楽天打撃成績、村林先制タイムリー。村林ナイス。村林ところで打つな。村林2点タイムリー。村林は勝負強い。村林調子上がってきた。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。